私にはクローンがいた。それは極めて便利なものだった。私はクローンだった。それは極めて不快なことだった。嫌なことは彼にやらせて、楽しいことは自分でやる。嫌なことだけ押し付けられて、楽しいことは奪われる。時間を2倍手に入れたようなものだった。昼夜を問わず働いて、時間の自由はどこにもなく、昼夜を問わず働かされて、仕事の効率は2倍どころか3倍か4倍になり、仕事への賞賛は全てあいつのものだった。プライベートでももともとマメな男がマメマメな男になったのだから。プライベートでもいいように使われて、肝心なところでお役御免。順風満帆そのものだった。もう限界だった。クローン、なんていい響き。クローン、なんて最低な響き。私は神に感謝した。私は神を恨んだ。私はふと思った。私はふと思った。もしかすると私のクローンは相当なフラストレーションを溜めている。もしかすると私はこのまま人生の負の部分担当として死んでいくのか。彼を慰労すべきかもしれない。彼を始末すべきかもしれない。これから死ぬまで持ちつ持たれつ彼の世話になるのだから。これから死ぬまで奴隷みたいに彼の世話なんてたまらない。そうすれば有効に効率よく人生を謳歌できるだろう。そうすれば僕が本物としての人生を謳歌できるだろう。そうだそうだ。なんて素晴らしいアイデアだ。なんて素晴らしいアイデアだ。私は彼をいつものように呼び出した。私は都合よくいつものように呼び出された。私は彼に微笑んだ。今までの感謝の意味も込めて。彼の微笑みが私の怒りを沸点にまで至らせた。心臓は止まっていた。瞳孔も開いていた。私はついにクローンではなくなった。今この瞬間から本物だった。私は自由を手に入れた。しかしその後の私を待っていたのは半人前というレッテルだった。二人分の仕事や私生活を一人でこなすのには無理があった。私はクローンを作ることにした。それは極めて便利なものだった。私はクローンだった。それは極めて不快なものだった。私の人生は再び軌道に乗った。私の人生に未来はなかった。私は同じ過ちを犯さぬよう彼を慰労しようと思い立った。私はこの暗い未来を抜け出すために彼を始末しようと思い立った。なんて素晴らしいアイデア。なんて素晴らしいアイデア。